皆様こんにちは。今日はですね、皆様に1点ご報告がありまして、この動画をですね撮っております。今日は加盟店開発セクションの増田とですね撮影をしてるんですけども、この YouTube チャンネル、このひとすけチャンネルを始めてですね今2年弱経過したところでございます。まあ、動画もたくさん撮影をしましてですね、いろいろとこう皆様にお届けしてきたんですけども、最近はほぼ加盟契約いただくオーナーさん、このひとすけチャンネル見ていただいてるんですね。まあ、大変ありがたいことに、やはりこのチャンネルを始めた目的というのがですね、本部からこうお届けする情報に格差があっちゃいけないなってずっと思っててですね、 A さんはこれ聞いたけど B さんこれ聞いてないとか、まあそういうものがなるだけないようにということで、このチャンネルを始めた経緯がございます。で、まあ契約する方ほぼ皆さん見てらっしゃるというような状態になりましたので、まあ一つこの目的は果たせたのかなというふうに考えております。今日は5月の15日にこの動画を撮ってるんですけども、ずっとこのひとすけチャンネル私中尾が担当してきたんですね。2年こうやってくる中で、横にいる増田がですね、そろそろ私でいいんじゃないとねどうなのっていう感じだったので、まあいよいよかなということで、今後ですねこのひとすけチャンネルを担当を増田に引き継ぐということで動画を撮っております。見ていただいた皆さんにはですね、大変ありがたいお言葉をですね、見てますよとか、あの動画いいですねとか、まあ嬉しいお言葉をたくさんいただきながらですね来れましたので、一つこれを機会にですね感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。今日から以降の動画はですね増田が担当しますので、こう一点ですね、これからのまた動画もですね楽しみにしていただければなと思います。では増田さん、一言意気込みをお願いします。はい、ありがとうございます。いつも皆様ひとすけチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。中尾から引き継ぐということで、ちょっと私も大変緊張しているんですけれども、やはりこうリアルの声を届けたり、また真実の声を届けたり、やっぱり私どもの使命だと思っておりますので、しっかりとお伝えを、させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、増田はもともと前職私と同じところにいてですね、加盟店開発の仕事で同じ部署で仕事をしてた縁があって、今ですねこのひとすけで一緒にこう仕事をさせていただいてるんですけども、付き合いで言うともう10年近いですよね。10年ぐらいこう一緒にこう仕事をしてる中で、加盟店開発の仕事の中でですね、よりこう多く契約を取りたいっていうのはもちろんあるんですけども、増田はよりいい加盟店さんに開業していただいて、そしてさらにより良くなっていただきたいっていう思いがやっぱ人一倍強いんですよね。ですのでやっぱ増田の担当した加盟店さんって優秀な方がやっぱ多いっていうのが一つと、あとは契約してからのあれ聞いてないとか、こうやって増田さんには聞いたんだけどっていうような苦情トラブルも増田ほぼないんですよね。まあそういうところがあって、こう芯がある増田のその気持ちを買ってですね、今回増田に引き継ぐという決断をしましたので、熱い思いで引き続きチャンネルを盛り上げていただけたらなと。じゃあ引き続き増田さん、よろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味がある方はぜひ他の動画もご確認ください。